とんかつ、どうもさんごです。皆さん耐性って知ってますか？耐える性質と書いて耐性って読むんですけど、私はですね、お恥ずかしながら全然知らないんですよ。なんとなくこう敵の周りを囲んでるバリア的なものかなとは思ってるんですけど、耐性というものをちゃんと理解し、より白姉さんの強さを目の当たりにしようということで勉強していきたいと思います。まずダメージの出し方には計算式があるみたいで、そこの一つに敵の耐性のパーセンテージが入ってくるみたいです。基本的に全ての敵にだいたい 10% の耐性を持ってるみたいですよ。皆さん、この耐性のパーセンテージは敵によって変わるみたいです。ということで、まずここから確認しましょう。ヒルチャールは炎だろうが水だろうが全部 10% っぽい。だからこの 10% にヒルチャーに攻撃すると、4000とか会心で4000、会心で4000とか出てるね。だけどこれが例えば炎耐性の高い人とかだと、給湯獣耐性 110% あんの？どういうこと？ほぼ攻撃通らないってこと？ちょっと攻撃してみるね。あ、821、734、1000、配信で800とかってことだよね、これ。全然通んないじゃん。え、全然通んないじゃん。え、でも、給湯獣って炎元素がいいんじゃなかったっけ、戦うとき。え、給湯獣ってどうやって戦ったらいいのじゃん。私って給湯獣とどうやって戦ってたっけ。あ、給湯獣さんは気絶状態になると 10% になるんだ、炎だと。気絶状態ってのはおそらくこのコア破壊したときってことじゃない？破壊して。で、破壊して、これ気絶状態になりました。あ、本当だ。通ってる。攻撃通ってる。これが炎 10% の状態。この気絶状態になっても、給湯獣は氷が 70% だって耐性。あ、だからやっぱ給湯獣には氷元素を当てがうのやめましょうってことですね、これは。氷に氷がダメな理由ってそういうことなんだ。へえ、面白い。で、これで敵にはいろんな耐性パーセンテージがありますよってことが分かりました。そしたら、シロネンさんのスキルの効果ですね。これが今、元素耐性ダウンが 30% あるんですよ。で、さっきのヒルチャールが耐性が 10% じゃないですか。10% 減って0になるじゃん。で、残りの 20% はどうなるんですか？消えちゃうのかな？はい、グーグさんが教えてくれてます。0以降は耐性値の2分の1になるらしい。だからおそらく、私がさっき言った残りの 20% 分の半分だから 10% 落とされるってことだ。で、このマイナス 10% 分はダメージとして増えるんだよね、おそらく。ちょっと確認しましょう。だから100のダメージを与えたら110になるってことじゃない？シロネンさん使えば。確認したいけど、シロネンさん今生物の効果入ってきちゃってるから、これをまず外します。 OK、 外しました。これで生物効果は入りません。まず普通に攻撃した時が会心4000ですね。お、7000。あ、ちょ蒸発になってるからちょっと邪魔。はい、会心で4000出ました。で、ここでシロネンさんのスキルの耐性ダウンを入れます。そうすると5000になったよ、5000に。ちょっと待って、一回帰ろう。5000になったってことは、10% 増えてる？待って、4000のさ、10% って、え、いくつ？待って、もう一回確認しよう。はい。開始3652、4088。耐性、ヒルチャールの耐性が今 10% ある状態で4088でしょ？で、こっからシロネンさんの耐性ダウンで 10% 落ちて、さらに 10% 落ちるから 20% だ。かける1.2すると4905。4905が出るはず。あ、4996、4996。4905ではないけど。でも4996出てる。だから、過ぎた分もちゃんと落としてくれるけど、それは2分の1されちゃうよってことだね。え、だから下げれば下げるほどダメージは上がっていくんだ。でも、0を過ぎた分は2分の1になっちゃってもったいないから、おそらく耐性がめっちゃ高い人、もともと、にやった方が効果はめっちゃ発揮されるんじゃないですか？
そう、給湯寿さんにやってみよう。給湯寿さんがダウンしてない状態だと炎が 110% です。はい、会心で821。ここに白姉さんを加えます。加えました。で、お、1056、すごい上がりました、上がりました、上がりました、上がりました。で、こっから、はい、ダウンさせて3000でしょ、会心3000入って4000、会心4000、6000。おー、すごいすごい、なるほどね。だから周りに元素をまとってる人の方が白姉さん有効ってことだ。へー、面白い。はいはいはい、だいぶ分かってきましたよ、耐性について。そうなると超電導の物理耐性を下げるっていうやつもすごいんじゃないか。超電導がね、物理耐性をマイナス 40% させるんですよ。これちょっとさ、確認してみよう。よし、そしたら物理耐性が高い遺跡サーペント行こう。っていうか遺跡サーペントさんって物理耐性高かったんだ知らなかった行きます。はい、まずあやとさんで叩きます。会心985。お、1200出た。で、ここに八重様と彩香さんの氷を加える。彩香さんの氷を加える。はい、超電導起こりました。そして叩く。お、2000、すごいすごいすごい、全然違うすごい、全然違うじゃん、知らなかったわ。そう考えるとさ、私がよくナナちゃんでみんながさ、超電導起こした方がいいよって言ってた理由がようやくちゃんと理解できたかもしれない。はい、あ、はあ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 、超電導ってすごいね今更気づく。他になんかさ、テンプで耐性下げるみたいな人っていたっけ。勝利先生のさ、バリアって耐性下げるんじゃなかったっけ。全元素耐性と物理耐性マイナス 20% だって。勝利先生と白年さん組み合わせたらやばいんじゃない。敵の耐性下げまくりパーティーじゃん。待って、そしたらさっきのに勝利先生を入れて、これでもう一回やってみよう。 60%、 合計 60% 下がる。サーペントさんが、サーペントさんが丸裸になってしまう。大丈夫か、サーペントさん生きてられるか。 70% 物理耐性落ちたらサーペントさん 0% になるぞ。さっき2000ぐらいだったよ確か。バリアして、雷設置して、氷つける。超電導送りました。2800。お、3200出たぞ。これが丸裸状態のサーペントさん。おー、はじめましてお初にお目にかかります。今までね、すごい硬いバリアをかぶっていたみたいですが、貴様はもう私に丸裸にされているのだ。はあ、なるほどね。わ、って考えるとサーペントさんと戦うとき勝利先生行った方がいいんだな。わ、おもろいな、これ。これなんか表にしてさ、部屋の壁に飾りたいなそしたら同じ体勢の中段体勢、ふんわりとしか分かってないんだよね私。中段体勢は敵から攻撃を受けた際の耐久値、低いほど飛ばされやすい。そうなんだ、低いほど飛ばされやすいんだ。これもだからちょっと実践しよう。さあ、私を殴ってみなさい。はい、これですね、中段体勢が低いと吹っ飛んでしまう現象。痛い痛い、これですね。やばい、やめて、危ねえ、死ぬ。が、しかしこの行明殿の爆発のテンプで、爆発のテンプじゃないんだ、スキルか、キャラクターの中段耐性をアップするっていうやつがあります。これを使うことによって、エイシちゃんが飛ぶ飛ぶ飛ぶんだ、なんでだ攻撃が強すぎたってことかな。ヒルチャールさんでエンヒちゃんって飛ばされるんかな。さあ、攻撃しなさい。あ、飛ばないか、さすがに。飛ばしてみなさい。あ、でも飛ば、あ、飛ばない飛ばない飛ばない。あ、そういうことか。え、どういうことだ一回分飛ばないね。あ、分かった分かった分かった。一回分飛ばなくなるんだ。そっかそっか。周りの剣がさ、減っちゃうと、さすがに飛んじゃうよってことね。そっか、私、ゆきちゃんって、中段耐性アップずっと続くのかと思ったけど、剣が4本あるときは、飛ばなくなるぐらいまで守ってくれるよってことか。なるほどー。そういうことだったのか。これでも3本でも一応守ってはくれてるんだよね、きっと。ダメージ軽減はあるんだよね、多分。
さあ飛ばしてみなさい。はい飛びません。でももうすぐ飛ぶ。ちょっと撮影中のサンゴさん気づかなかったんですけど、これ最初に確かめた時も剣4本ありますよね。剣4本あるけど吹っ飛んだっていうのはこの人の攻撃が強すぎたっていうことでよろしいんでしょうか。ちょっと分かる方いたらぜひお願いします。さあここまで耐性についてだいぶ学んできましたが、ここからは実践編参りたいと思います。先ほど学んだことを踏まえてこちらのパーティーでナタのあの三人衆戦っていきたいと思います。いきます。勝利先生のバリアと白姉さん、ちょっと待って、バテつけてから白姉さんの、はい、対戦ダウンが入って、これでさらに、おお、バリアが壊れるのがめっちゃ早かった今。お、6万、いいですね。7万、いいですね。いいダメージ出ております。素晴らしい。ちょっと一旦退避、一旦遠くで爆発を使ってみんなを回復してもらって、はい、またバリア張って、よし、氷のやつ倒したぞ。一回離れよう。はい、パッチン回復。よし、まずこの炎のやつを倒す。いけ、そのまま押し切れ。よし、炎倒した、炎倒した、炎倒した。あと一人、こいつ雷バリアだからちょっと大変かもしれない。バリア剥がして、そのままバリア剥がして、よし、剥がしました。おー、勝利先生のバリアもして、はい、白姉さんの耐性ダウンも入って、ゆきちゃんの爆発も溜めて、はい、で今いける、このまま押し切れる。やったー、いて。さあ本日は耐性について勉強しましたけど、いやー、だいぶ面白かったな。なんか超電導の強さを改めて知れましたし、なんで同じ元素を当てがっちゃダメなのかも知れましたし、なんか賢くなった気がします。ということでまた次回の動画で、さよなら。